サイズも変えられるんで。はいどうもプリプロパラピレンです。今日はダブル650のバンパー設置のおすすめっつことですか。さあこんな感じでもう元々ついてたんですけどね、買った時から純正の大型バンパーでございますけど、こっちも全然洗車してねえから汚ねえな。さあ今日はバンパーさえあればいろんなものが付けられるよっていう話です。まあ、順番に行こうか。これねボトルホルダー、これわかります？ミノーラのクランプテーバーいいのかな、これね。まあ、また新しく買ったんですけども、これとこれ、こっちがミリバーって言えばいいな、こっちミリバー用で、これインチバー用って言えばいいですかね。サイズが2種類あるんですけれども、でこのダブル用のパイプはまあほぼインチバー相当なんで、インチバー用のやつをつけてますけれども、こういう感じですね。これを両方につけてます。でどっちもボトルホルダーがついてますね。まあボトルホルダーの勧めとしてはね、まあ普通にさペットボトルなんかやるんでしょうけども、ここでサイズも変えられるんで、こう回せばこう前後に太さ変えられるんで、結構のサイズ、まあ、対応できるんですか。だから一番いいのは何がメリットかっつうと、まあキャンプツーリングなんかする人はね、まあどこまでいるかわかんないけど、こうシャンプーとかリンス、ボディーソープとかその辺が、まあ、自分の持ってきたいよっつうと、そういう時にね収まるという、こっちも例えばまあこれガムが入ってるんですけども、もうちょっと太いか、こうすればサイズを変えればね、シャンプーもボディーボッシュもつけられるよと。そしてこれカメラクランプ、何がいいってこうだから、こうパカッてやればすぐ外れるから、すぐつけたいところにこうね移せるじゃないですか。これが一番このミノーラのクランプのいいとこなんじゃないですかね。ちょっと設置例見てみましょうか。これが落下防止のサポートですか。これをこうやってここに引っ掛けておけば、まあ、最悪外れても紐で落ちないよって感じですか。でさらにアイデアグッズ、これセリアで買ったクランプなんですけれども、ちょうどってわけじゃないけど、こうインチバーにもはまるよみたいなね。で何がこれメリットかっつうと、例えばこれがマイクの線なんですけれども、これをまあヘルメットに持ってきたいいつもの感じでね、場合にはこうやって、ね、これクランプできるじゃないですか。これが最大のメリットなんじゃないですか。そうすると風でバタつくこともなく。でさらに今日は新しいグッズ、これ携帯のミニポンプ、空気入れですね。新しいのまた買っちゃいました。メーカーなんていうのか分かんないですけども、まあ、概要欄に貼っときますけれども、なかなか評判良くてバイクにも使えるみたいなこと書いてあったんで、ちょっとやってみましょうね。これ設置ですが、さっきアマゾンから届いたこのミノーラの M サイズインチバー用のクランプなんですけども、これをここにつけてここに設置するよと、ね、ちょっとやってみますね。これを90度振ります。でさっきのやつか。そしたら、まあ、傷防止用のこういうなんかね、何ていうのか分かんないけど、いい感じで。でこれ微調整できますので、うん、もしくはこうしようか。いやでもあんまり横出してもあれだ。まあまあ、これ絶対コーナーですると思うので、こんぐらいかな。ああ、いいんじゃないですか。ああ、いいんじゃないですか。どうよ。
いや、なんかコーナーで過ぎそう。こんな感じに着きましたと。じゃあここに同じように箕浦の、これはカメラマウントっていうんですかね、もうカメラマウントはカメラマウントとしてこういう状態で、ここまでの状態で売ってますので、あとはこれをつけてね、これも取り外せますので、ね、こうやってどこでも映せますよと。で、これが USB の供給、こうやって常に USB の延長供給を挿してます。はい、バッグなんですけども、これ車載工具で空気入れで、なんていうかな、惨めベルトするのかな、そう、あとは、ね、空気圧入れとか、あ、なんかこうビー玉、これ秘密のアイテムビー玉なんですけども、まあ、ダークに乗ってる人だったら分かると思うんですけど、車載工具は一通り揃ってるんじゃないですか。まあまあまあ言っても応急処置ですけどね。この辺一通り電池も入ってカッターも入ってる、ハサミも入ってる、ね、あとはもうラジェットだ、モンキーだ、もろもろですか。こんなのが入ってますと。で、一番のおすすめは、まあ、ダブル650乗ってればわかるんですけどね、ダブルに限らずあれかな、これシフトレバーなんですけど、傷つくじゃないですか、ブーツにね。これ私がバイク乗るときに履いている金沢区シベーバのエンジニアブーツ、もう15年ぐらい履いてんのか。よく持つね、革製だからやっぱ頑丈でいいんですけど、バイク乗りの宿命っていうんですか、これね、こうシフト当たるところ、こういうかな、ここが絶対穴開きます。で、これパッチ当ててるんですけども、4枚目ぐらい、雨当たって濡れて乾いたりなんかすると、革の質の違いで収縮の差が出るから、どうしてもボンドが剥がれてくるんですよね。もうパッチ当てるのもめんどくさくなってきたんで、もうほったらかしてるんですけど、こういう時に役に立つのが、こうスポンジカバー SGB100 って言うんですか、ホームセンターなんかで売ってる。これもともとこうこういう状態ね。で、これをまあいい長さに切って、そう、これ何種類かあるんで、この SGB100 っていうのを買えば、ちょうど内径、外径もそうだけど内径がここにぴったりいい感じで、こう、あとねじ込むだけね。だいたいこれ1個で乗る頻度にもよけない、2ヶ月ぐらい持つかな。で、これダメになったら、このもう片割れっていうか半分にした方をまた入れてやればいいから、1個買えば半年ぐらい持つかな。ちょっとシフトフィール変わりますけどね、外径の厚み分ね、うん、それはまあ好みによって調整してもらえばいいんですけど、こういう感じですね。まあ、とりあえずこんな感じかな今日は、うん、とりあえずダブル650のアイデアグッズ的なもの、バンパーのすすめというわけかなでした。そうそう、思い出した。ちなみにこの新しく買った空気入れで、実際どれぐらいポンピングすれば空気が規定量になるかっていうのをちょっとやってみましょうかね。あ、ちなみにパンク直りましたね、ガチです。とはいえさ、タイヤのサイズによってもこのポンピング回数容量が違うからね、一概に何とも言えないんでしょうけども、まあとりあえず100の90の19インチフロントタイヤっていうので一応限定しましょうね。これだよ、いしょ。さあ一体何回入るんでしょうか。100、100、200、90、90、100、300、どうだ、まだな、結構だよこれ、300、400、まだすか。ちなみにここに一応ゲージ的なもんついてるから一応見る、まだ 1. ちょいなんだよね。だいたい私フロントで2キロ入れますんで、
まだまだなんだよな。今400だっけ。確かにまだ1点いくつだな、パンツとしては。500。本ピンはすげえ軽い、ほんと力入れないでいく。ただその分ストローク数がだいぶ2キロに近づいてきて、でも 1.6 ぐらいまで、あと50回ぐらいかな多分。500当てたな。100で500600、忘れた。ちょっと後で動画見て確認します。だいぶ2に近いんじゃないこれ。ちょっとあれか、いつも使ってるタイヤゲージで見てみようか。あ、抜けねえ、抜けづらい。あ、2キロ入った、2キロ入った。500だからちょっと2、数多すぎては忘れちゃったけどね。あとで動画で確認します。ということで5、600回ぐらいで規定値になるよっていうお話でした。